死へと歩むナルトとサスケ、うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たものは、そして時は急転する。自称決戦の章。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志は仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君を連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ、自分の言葉は曲げない。私も、それが人道だから。まず、この左目の回収が済んだら、こんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。なら、そんなことさせるはずないだろう。カカシ、奴は？クロゼツという名前以外、実はほとんど情報が手に入っていません。ただ、オビトとマダラの配下として、いろいろと暗躍していたようです。だが、ここに来てオビトを裏切った。ええ。つまり奴は、元からマダラしか、主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生！サクラ！一体ど、ナルト！ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ！だから、四代目様、あなたの俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。そのやつにキュービを奪われてしまった。これでナルトは死ぬ。すなわち
戦争も終わりだ。あとは俺の時間だ。マダラ様。遅いぞ黒舌、こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は。はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません。ですがこいつらからキュービを奪っておきました。いいだろう、左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ。マダラ様がいる限りお前らは何も。ぬっ貴様まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもないマダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない。こっちへ来い。マダラよ、今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。貴様、トカゲってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺はホカゲを語りたかった。もうわかっただろ。お前は内派オビトだ。これはいただく。カカシ、ナルトを時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。出せろ。
迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。わかった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せておけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。お前にあって全て返してもらうぞ、オビト。この目をただであんたに返すと思った。少々手荒になる。お前も陸道の世界が失敗していると分かっているはずだ。いい。陸道が広めたチャクラとは本来繋ぐ力のこと。その力を認識として取り、人々に伝え導こうとしたのが陸道仙人だ。人々は逃げられんぞ。あやかべになるとは。あやかべになる。任せろ。この愛はあとは頼んだぞ。目覚まよ。遅い。遅い。あとは頼んだぞ。もちろん。遅い。あとは頼んだぞ。逃げられんぞ。あやかりになる。あとは頼んだぞ。あとは頼んだぞ。本来の力か。あながちお前の自信も偽りではなかったようだ。逃げられんぞ。準備 OK だ。終わった。距離を取るか。
ていくぞ。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。ガイ、なんとか間に合ったな。なぜだ。あの速度なら飛べなかったはず。そうか、2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だがやっと。たどり着いた。